どうも文禄です。使うことの喜びを。今日もね、多機能ペンシリーズでお届けします。今日はね、ステッドラー、ドイツのブランドですね。ステッドラーの多機能ペンを紹介します。ステッドラーの多機能ペンはこれですね、アバンギャルド、これが有名なんですよね。このアバンギャルド、こちらはアバンギャルドですけど、これをもうちょっとカジュアルにした感じのアバンギャルドライトっていうのがあるんですよね。この2種類が有名かな。で、こちらね、アバンギャルドのシリーズね、この2つに関してはステッドラー日本が製造しているものになります。ということで、ドイツのステッドラーじゃないんですよね。ステッドラー日本が製造しているものなんで、こちらの商品に関しては海外では展開されていません。まあ、マーケットとしては日本国内のものになってます。ということでね、ドイツ、ヨーロッパでは流通していないものになってます。メイドインジャパンのステッドラー日本による、商品ということになっていて、まあ、それはね、92525とかね、ああいうシャーペンも同じなんですけど、ね、92525もステッドラー日本が製造しているものなんで、あれもね、ヨーロッパでは流通してないんで、それと同じですね。ということでね、まあ、何度も僕言ってるんですけど、このね、ステッドラー日本っていうのね、もうむっちゃ、もうもろにね、日本の文房具メーカーなんで、ドイツのブランドの皮をかぶったむっちゃ日本の企業なんで、これはね、他の日本の文房具メーカーと同じ土俵で見るべき商品なんですよね、これは。と僕は思ってます。はい、ということでね、今回はこの2つなんですけど、まあ、これの違いね、アバンギャルドはちょっと軸がね、太めで、ライトは細めになっています。で、この、まあ、グリップのところ違いますね。こちらはグリップのところが少し膨らんでるんですよ。膨らんでいることで少し持ちやすくなっている。で、ライトの方は膨らんでいないけど、少しね、ここにへこみがあるんで、このへこみがあることで持ちやすくなっているというものになってますね。で、あとはこの長さですね。長さが違います。ライトの方がちょっと短い。で、あとは機能の数も違いますね。ライトは黒とシャープと赤の3機能で、普通のやつ、普通のアバンギャルドは黒とシャープと青と赤の4機能になってるんで、機能の数も違いますね。で、まあ、どっちがいいのかっていうと、まあ、見た目で決めてもらってもいいと思いますけどね、かっこいいと思った方、僕はね、かっこいいのはこっちの方かなと思ったんですよね。こっちの方がデザインは好きかなと思ったんですけど、書きやすさで言ったらね、僕はこっちの方が書きやすいと思ったんで、こっちの方がまあ持ちやすいし、ちょうど書き味もこっちの方がいいかなと思ったんで、僕はこっちの方が好きですね。ということで、どちらかおすすめするとなると、僕はこちらの普通のアバンギャルドの方をおすすめします。で、今回この2つですけどね、まあ振り子式になってまして、ここでブラックを上に向けて押すと黒が出る。で、ここでリリース、シャープでしょ。で、ここでノックができると。で、ここでリリースっていう感じで、まあね、警戒に変えることができると。振り子式というやつですね。この振り子式ってね、多機能ペンの中でも一番コストがかかんない方式なんですよね。一番簡単な方式なんですよ。ということで、まあ、その振り子式が採用されているっていう感じなんですけど、こちらも同じ振り子式ですね。ちょっとリフィルも見ておきましょう。こんな感じです。というわけで、まあ、D1 規格のリフィルが使われてますね。こちらも、ここなんですね。先端から交換する感じですね。こういう感じで D1 規格のリフィルですね。で、消しゴムとかはついてないですね。消しゴムなしです。
いろいろね、僕多機能ペン最近集めてまして、いろんなメーカーの買ってみたんですけど、このステッドラーのはね、一番なんか地味な感じがしましたね。その各社が出してる多機能ペンと比べて、これが一番地味な感じがしましたね。見た目はテカテカ光っててますよ、そりゃ。光ってるから地味じゃないっていう意味じゃなくて、なんかね、一番パッとしない感じがしたんですよ。というわけで、多機能ペンの中では僕これね、評価だいぶ低めな感じですね。特にね、なんか大きな特徴もなかったんですよね。あとこの見た目ね、色使いだったり光沢感だったり、このね、まあそのデザインだったりね、そういうところでね、なんか僕はちょっとね、これ僕のセンスに合わないっていうか、好みじゃないんですよね。好きな、まあ好みの問題だからしょうがないですけど、僕の好みじゃないペンでしたね、これは。あんまり好きなデザインじゃないです、これは。なんか色使いが趣味じゃないというかね。まあでも、もちろんこの色使いが好きだ、このデザインが好きだっていう人もいるんで、その人の趣味を否定するわけではないんですけど、ただまあ僕の趣味には合わなかったというところですよね。で、書き味に関しては普通ですね。特にこれといった印象はなかった感じですね。普通って感じ。あ、芯がなくなった。芯がなくなっちゃいましたね。あ、入ってる入ってる。え、なんで出なかったんだ。3本も入ってましたよ。これね、多機能ペンってね、この芯の入れ替えが結構煩わしいんですよね。出た出た。あとね、なんか軽いんですよね、これ。この軽さもね、何かね、高級感がないというかね、他の多機能ペンのちょっとね、重厚感みたいなものが欠けてる感じがするんですよね。何かね、僕はこれね、安っぽいイメージを感じるんですよ。値段はそこそこしますけど。まあでも普通に使えますよ、そりゃ。書きやすいですよ。書きやすい間違いなく書きやすいんで、あの品質が悪いって言ってるわけじゃなくて、書きやすいですよ、すごく書きやすいけど、なんかね、面白みに書けるんですよね。ということでね、まあ機能だけかな、僕にとってはね、これは機能だけを備えたペンみたいな感じですよね。まあそれだったら安い多機能ペンでもいいんじゃないのかっていう感じで、わざわざね、このステッドラーのアバンギャルドにする理由がね、あんまりないかなって思うんですよ。まあデザインも好きじゃないわけだし、デザインが好きだったらいいですけどね。まあ僕はデザインがこれ好みじゃないんで、だからこのステッドラーを選ぶ理由はあんまりないなっていうふうにね、僕はそう感じてます。なので今回ちょっと辛口の評価になってしまいました。まあというわけでね、今日はステッドラーの多機能ペンについてのお話でした。ではまた。